皆さん、低下しと聞くと何を想像しますか？趣味打ち？時間つぶし？そういったものをイメージするものが多いと思われます。でも、もしその遊びと思われる低下しでお小遣い稼ぎができたとしたら、そんな希望を持つ者もわずかにはいるのであろう。ということで、今回は銀次郎チャンネル大輝が第2弾低下し1週間生活をやっていきたいと思います。はい、おはようございます。銀次郎チャンネル大輝です。今回の企画、1週間低下しのみで立ち回ったらいくら稼げるのかという企画になってます。多分1ヶ月ほど前に実際に僕が低下しのみで立ち回ってみたんですけど、まあ一応プラスにはなったと。ただね、価値金は相当しょぼかったっすね。でですね、もともと1週間低下し生活っていうのがリーダーからちょっとやってみてっていう感じで言われてたんですけど、俺はマジね、どうしてもやりたくなくて、ちょっと結構ね、渋ってたんですけど、まあそれでも1回目やって、もしね、再生数が、まあ20万以上取れたら、お前もう1回な、みたいな。2回目やれよ、みたいな約束をしてたんですよ。まあ自分的には、まあ1回目やって、まあ20万再生はいけんやろ、みたいな。低下しやし、そんな需要ないやろ、みたいな感じで思ってたんで、あ、まあ20万再生いったら、まあ2回目きついっすけどやってもいいっすよっていう感じで話してたんですけど、20万再生いっちゃいました。今回第2弾やっていこうかなと思います。立ち回りに関しては、まあ低下しと言ってもスロットのみ。低下しといえばやっぱり5円スロットが主流なんで、5円スロットで主に立ち回ってみようかなと思ってます。ここ1ヶ月で僕たちの地元5円スロットに大量にスマスロが導入されたということで、機種のラインナップも揃ってるんで、まあ前回とはねちょっと違ったものが見せれるかなと思うんで、まあそんな感じでですね、1週間低下し生活今日1日目ということでスタートしたいと思います。行ってきます。今ホールに到着したということで、今からホール見て回ってみようかなと思います。低下しコーナー久々回るんで、まあ、どんぐらい稼働があるのかとか、どういった機種が人気なのかとか、客層がどんな感じなのかとか、その辺をちょっとね見て回ろうかなと重点的に思います。前回と違ってスマスロが入ってるんで、まあ、その辺が特にどれぐらい稼働あるのかなとか、まあ、どんな感じかわかんないですけど、ちょっと見て回ってみようかなと思います。
間も結構経って夕方の5時ですね。今のところ2台売ってますね。まあ大勝ちはしてないんですけど、まあコツコツ勝つのが大事かなと思うんで、結構順調かなと思ってます。今夕方なんですけど、この時間ぐらいがね結構きついんですよ。やっぱあと1時間ぐらいしたら仕事終わりのお客さんとかが増えて稼働も上がってくるかなと思うん でこの時間ね、やっぱ20円スロットとかやと割と台数あるんで、まあ何かしらね打てたりするんですけど、やっぱ5スロやと 4,50 台しかない、少ない店舗では本当に20台ぐらいしかないんで、まあ普通の人やったらまあ打ちたくない台とか、ちょっと負けやすい台でもまあ時間潰しのために5スロやけんいいやみたいな感じで打つと思うんですけど、今回の企画はやっぱガチで立ち回るみたいな企画なんで、そういう遊び打ちみたいなのはちょっと控えながら、やっぱ自分のボーダー決めて立ち回ろうかなと思ってるんで、ちょっときついですけどね、最後まで頑張ろうかなと思ってます。まあ言うてもまだ初日なんで、勝てる台だけ厳選してから打っていこうかなと思ってます。まあなんだかんだね、取れ高とかやっぱ打つのも大事なんですけど、企画が企画なんで、まあどんだけ勝てるかみたいな、やっぱこの企画の趣旨なんで、勝ちにこだわりながらメダルの枚数でしっかり勝ってからいい結果で終わりたいなと思います。ということでですね、あと 3,4 時間ぐらい時間あると思うんで、精一杯頑張って稼働してみようかなと思います。てしまうのか。一週間低下生活二日目ということで、今日から二日目スタートです。まあ昨日はですね、朝からちょっと稼働してみたんですけど、朝から、まあ稼働がなくて、多分ですけど、ゴスロとか、まあ低下しは、リセットはかけてないんですよね。まあよっぽどハマってる台とか、まあ大当たりで終わった場合は、多分リセットかけると思うんですけど、それ以外はほぼほぼ強気かなと。まあ大体昼ぐらいから、稼働が上がってくるということで、今日は昼から、稼働スタートということで。でですね、昨日の収支なんですけど、まあ、プラス526枚と。で、2日目なんですけど、まあ、今日は目標1000枚、プラスにしようかなと思ってます。1週間なんですけど、だいたい4000枚ぐらい、
勝てれば上等かなと思ってます。1日600枚ぐらいですね。まあ昨日と同様テンポをぐるぐる回りながら打てる台探して打ってみようかなという感じで2日目スタートしたいと思います。今からちょっとホールに向かおうかなと思います。時間が昼の2時ですね。やっぱ昨日もそうやったんですけど、やっぱ昼過ぎから夕方にかけてがちょっと暇な時間になってて、でまあちょっと暇やなと思って昼ご飯食べて、まあ戻ってきたんですけど、稼働が全然なくて、打てる台がかなりないという感じなんで、ちょっとねテンポ移動してみようかなと思います。まあ別のホール行ってみたらひょこっとなんか座れたりもするんで、ちょっと今から移動してみようかなと思います。もう耐える時間みたいな感じで思ってるんで、前回1回目に低下生活した時もそうやったんですけど、昼から夕方ってどうしても暇なんで、もうやっぱこういう時はテンポをぐるぐる回りながらやっぱ打てる台探すのが一番いいんで、その辺移動してみながら打てる台探そうかなと思います。ということで行ってきます。時間が19時ということで、もうそろそろ切り上げようかなと思います。自分の中では、だいたい8時ぐらいまで稼働しようかなと思ってたんですけど、意外とねちょっとお客さんの帰りとかも早くて、お客さんがいなくなっちゃったんで、自分も切り上げようかなと思います。2日間の合計なんですけど、今のところプラス259枚と、しょぼすぎやろマジで。おきどきが1800のところでかなりうまいところでね打てたんで、でしかも2000のゲーム数踏んだ時点で当たったんで、あこれ来たわみたいな。しかも4スルーっすよ。飛んでも全然おかしくないじゃないですか。2000枚ぐらい出らんかなと思ったんですけど、まあレギュラーでしかも飛ばずと。有利1800って負けよ。やっぱね、おきどきとか、やっぱスマスローの、やっぱ貫くタイプで、出玉作らないと、勝てないんで、その辺でね、ちょっと大きい出玉欲しかったんですけど、今日はダメやったっすね。でですね、立ち回りなんですけど、自分の今の立ち回りは大丈夫かなと、自分的に思ってます。まあ、2日間ですね、ボーダー決めてやってたんですけど、まあ、ボーダーを上げすぎずに、しかも下げすぎずに、まあ、いい感じに打ててるんじゃないかなと、2日間は思ってます。まあ、ちょっと上げすぎるのも打てない原因になるし、で、下げすぎてもやっぱ勝てない原因にもなってくるんで、あとはね、ちょっと立ち回りっていうよりかは、テンポ移動をちょっとね、極めようかなと。やっぱテンポ移動するタイミングとか、あとは待つとかは待つとか、やっぱ定例とやと思わぬところでやめとったりとか、そういうのも多いんで、その辺もね、ちょっとだんだんやりつつ掴んでいければなと思います。あと5日間頑張って取り戻していこうかなと思います。まあ目標4000枚ですからね、しっかりプラスにできるように頑張ろうかなと思います。今日はお疲れ様でした。
危なっ。あ、足ひねった。経過生活3日目ということで、だんだんね、3日目あたりから過酷になってくるんすよ。まあなんでかっていうと、まあ暇な時間続いて、まあ、俺何しよっとやろうみたいな。いくら企画とはいえね、襲われる時期を迎えるんすよ。もう前回やった時に、1日目2日目は、ああまあゴスロやし、普段せんことなんで、ちょっと新鮮やなとか思ってたんですけど、3日目4日目あたりから、もうかなり虚無になってきて、やべえ、俺、ちょっと、やばいことしようなんかなみたいな。ちょっとね、3日目から、ちょっと苦しい展開にはなると思うんですけど、まあ昨日に関しては、マイナス267枚ということで、負けてしまったんで、しっかり今日、取り返そうかなと思ってます。こんばんは。じゃ、ちょっとね、目標達成には、ちょっとほど遠くなってるんで、しっかりね、今日は1000枚以上は最低でも、買ってから帰りたいなと思ってます。で、今のところ、1台打ててます。で、打った台が、北斗のリセットの237ゲーム。最初の辺に言ったと思うんですけど、リセットは全くかかってないんですよ。北斗なんて絶対リセットかけないんですけど、ただ前日がですね、1万2000枚ぐらいで出てて、で、それで取り切れず終了っていう感じのグラフだったんで、あ、これ間違いなくリセットやなということで、237ゲームで空いてたんで、打ってきました。今日はですね、絶対負けられないんで、頑張りたいと思います。
1週間低活生活4日目ですね。今日で折り返し地点です。20種類も断然打てないです。で、まあ打てる台を探しながら、毎日打ってるんですけど、昼ぐらいから稼働して、で夜まで追って自分のボーダーでやってると、まあだいたい4台ぐらいですね。ちょっとね、1台1台でしっかりねプラスにしていかないと、ちょっと目標達成は厳しいかなと今のところ思ってます。収支なんですけど、今のところプラス871枚ですね。1日300枚も買ってないと。まあですね、金額じゃないんで、まあ、今回ね、まあ、勝てるかみたいな検証なんで、普段はやってないですよ、こんな立ち回り。やっぱ低価値も打つ人は多いんで、自分たちの動画見てる人たちはもう低価値は全く興味ないかなと個人的には思ってたんですけど、ただね、再生数が1個目がいっちゃったんで、需要があると言わざるを得ないんで、まあ、1週間最後まで頑張ろうかなと思ってます。今年の俺は違うぞというところをね、低価値でも見せようかなと思って頑張ろうかなと思います。4日目しっかり気合い入れて、まあ1日稼働してみようかなと思います。行ってきます。はい、本日も4日目実践終了です。お疲れ様でした。全然エンジンかからんと、合計したプラスにはなってるんですけど、まあ、勝ったり負けたりで、大勝ちもなく大負けもなく、なんか前回もねこんな感じだったんですよ。全然出玉もないけどそんなに負けないみたいな感じで、もう一週間終わっちゃったんで、まあ、今回ぐらいはねちょっとスマスロも打てるし、デッドアライブじゃないけどしっかりねちょっと取れ高作りたいなと思ってたんですけど、もうちょっとね
どうしよう。あと3日間しかないんですよ。4日間のトータル収支が、プラス579枚と。やばくない？ 4 日間でよ。なんぼだ。あ、140枚ぐらい。いくらですか？ 700 円ですよ。これなしってや。マジで。まあ、それはですね、さておき。まあ、今日ちょっとね、視聴者の方が話しかけてくれて。まあ、その方は、結構ね、低下し、打つ方で、まあ、俺らのチャンネル見てくれてると。話してたんですけど、低下しには、なんか低下しのメリットがあると。で、まあ、自分たちからしたら、低下し打たないんで、まあ、低下しのメリットとかがあんまわかんないんですけど、やっぱその、視聴者の方が言うには、最近スマスロ入ってきて、20スロのスマスロは、マジで、怖いと。やっぱ給料入ってきてももうその日にほとんどなくなったりもあるんで、まあ、そういうのがちょっと怖くて気になるけども打てないと。ただ最近スマスロがゴスロに入ったおかげで結構リスクが少なめでデッドアライブに挑戦できるみたいな、まあそういう話してたんですよ。まあ俺らもねゴスロの見方っていうのが視聴者の意見で、まあ、変わったというか、まあそういうエピソードがあったんですよ。何の話やっていう感じなんですけど、今日の結果はまあこんな感じで目標達成にね近づけるように、まあ、稼働していこうかなと思います。見てこれ景色綺麗くない？ちょっとね映えるところで撮ったんですよ。はるばるこの山まで登ってきたとか言って。お疲れ様でした。はい、今は時間6時ですね。当初の予定やと1店舗目でまあ1日過ごそうかなと思ってたんですけど、まあ、思ったよりも稼働が少なくてもうどうしようもないということで店舗移動してきてます。ちょっと店舗移動してきて今ホール見て回ったんですけど、白宝台ぐらいの台があって、にゃんこ大戦争の875ゲームちょっとそれ抑えて今から打ってこようかなと思ってます。
で、にゃんこ大戦争は、ちょっと、まあ、ゴッドみたいな仕様なんで、確定フラグとか、やっぱその辺引ければ、やっぱ3、4千枚とか、それぐらいやったら全然出る台なんで、しっかりワンチャン狙っていこうかなと思います。テンポ移動が重要って言ってたところが、多分今、活かされたかなと思ってます。やっぱあの、暇なテンポにずっといてもね、いつ動くかもわからんのに、待っとくわけにはいかないんで、こうやってね、パッて来てみたら、いい台が落ちてたりするんで、こういうところも経験かなという感じで、6日目、7日目に活かしていこうかなと思います。頑張っていこうかなと思います。
ンダム。引っかかって。引っかかって。5日目、終了です。お疲れ様でした。はい。5日目で、なかなか収支が上がってこないんで、ちょっとクロちゃん呼んで、昔、定価値売っとったかなと思って、定価値のね、なんかコツみたいなの、もしかして教えてくれるかなと思って。コツですか？うん。定価値のコツか。うん。自分が、まあ、一つあったエピソードでもいいですか？ちょうどボーナスお願いします。まあ、自分も、まあ、ニスロとか売ったことあるんですよね。その時は期待値稼働とかじゃなかったですけど、まあ、それで、まあ、1500枚くらいメダル出して、うん、で、隣にめちゃくちゃ可愛い女の子来たんですよ。マジで？いや、マジ可愛かったんですよ。で、メダル上げてから、今日の夜どうって言ったら、ダメでしたね。すみませんでした。お前、ニスロで釣るなよ。お前、そんな可愛い子ニスロで釣るな。3000円くらいけんニスロやったけん。いやいや、まあ、そこはさ、なくなったら分けてやりながら一緒に楽しんだ後にね、そっからやん。1500枚で銅は無理やん。前回もそうやったけど、オスロコーナーにさ、しょっちゅう行くとさ、最近来たよそ者みたいな目でめちゃくちゃ見られるもん。いや、まあそうでしょうね。もう視線が痛いもん。おじさんおばさんたちから俺も標的やけど。何日目なんですか？今日5日目が終わったんです。で、俺目標4000枚って言っとったっすか。お、はい。あ、3000枚ぐらい買ったんです。ああ、まあそれでコツを教えてほしいとか、うん、そういうのやったんですね。したらなんか可愛い女の子がどうとかこうとか全然助言にならんようなことばっかり言われてさ、帰っていいよ。、はい、そんな感じで、5日目終了でございます。ということで明日からまた2日間ありますけども、最後まで頑張ろうかなと思います。今日はお疲れ様でした。え、定価値ってことはもう普通に生活してるんですか？定価値、生活できんよね。ガソリン代、昼飯食ってなくなった。一週間定活生活、6日目終了です。お疲れ様でした。めちゃめちゃ過酷や。もう毎日こんな感じやん。やばいってマジで。どうせやるからには、なんかいいトレ高作りたいな、みたいな思うんすけど、やっぱスロットなんで、なんともならん部分はあるっすよね。いや、俺これ、この企画やりたかったわ、みたいな。そういう企画ではないからこそ、なんかしら、ちょっとね、トレ高作りたいな、みたいな。なんかやってよかったなって思いたいんすけど、今の内容じゃちょっと渋すぎるわ。過酷な割には、ちょっと結果がついてこないんで、メンタル的に弱ってます。もうあと1日しかないんすよ。もう最後までね、やりきるしかないんで、最後の1日、明日諦めずに頑張ろうかなとは思ってます。で、合計収支なんですけど、849枚です。まあ、最近なんですけど、昔からちょっと動画見てくれてる方はわかると思うんですけど、昔はめちゃくちゃ引き弱かったんですけど、最近結構調子良かったんですよ。ここに来て、引き弱発揮っすよ。だけど、ね、もしかしたらね、プレッシャーに弱いとかもしれん、俺。カメラ回ると、マジ出ない。まあでもね、そんなこと言ってもね、始まんないんで、
まあ、あと1日ですけど、明日しっかりね、頑張って終わらせようかなと思います。ということで、6日目終了です。お疲れ様でした。ああ、しんどい。1週間低下し生活7日目ということで、本日最終日です。全然勝ててないです。しっかり最後まで諦めずに稼働してみようかなとは思ってます。まず1回目に、まあ低下し生活で多分1ヶ月前にやった時と、まあ今回やった時で、まあ、やっぱりスマスロとかやっぱ新しい機種がかなり信頼で入ってて、機種のラインナップいいっていう感じで言ってて、自分の当初の予定では、かなりね、勝てるかなと思ってたんですよ。で、スマスロの方がやっぱ一台一台の期待値が高いんで、前よりは余裕で勝てるかなと思ってたんですけど、まあ、そんなことなくて。で、今回半分もスマスロ打ててないんですよ。そもそも空き台がスマスロなかったんで、結局、6.5 号機とか、その辺が多かったかなと。まあ、そこがちょっと自分の誤算だったかなと。今日一日でまくれるっていうか、一気に出す可能性もあるんで、最後まで頑張ってみようかなと思います。最終日ということでスタートしたいと思います。行ってきます。もう14時ということで、今のところ1台売ってます。で、鬼武者当てたはいいんですけど、AT も伸びずに、もう全然ダメっすね。できればね、やっぱスマスロとか、荒い機種でもう最後なんで、一発狙いたいとこなんですけど、スマスロがね、マジであかん。もう 6.5 号機とかじゃ、なかなかね、でっかいの取れないんで、やっぱ難しいですね。やっぱ夕方から夜ね、かなり打てたりするんで、そこでしっかりね、まあラスト勝負かけていこうかなと思います。最終日なんでね、やっぱ2、3000枚とか取れ高欲しいとこなんですけど、しかし俺やけんな。一週間低下し生活、すべて終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最終日のエンディングを、僕、和也が撮らせていただきます。お願いします。早速もう結果から聞いてもいいですか？結果言いますか。一週間稼働しまして、合計収支が、プラス1082枚です。
一等700円。では一応、まあコンセプトとしては、低出しでも稼げるのかと。まあこれは、まあ結構気になってる人は多いと思うよ、ね。うん。勝てるのかっていうことに関して。間違いない。まあ2回やってみて、どうすべきなのかっていうのをちょっと教えてもらえませんか。結論から言うと、自分的には稼げない。はい。まあ稼げないですけど、勝てはします。負けたくない人とか、遊びに行きたいけど、やっぱお金は減りたくないっていう人は、全然ご縁するとありがとう。マジで。ボスラやったら、多少遊んでもいいかなと思ってたね。多少遊びながらも、周り見ながら、依頼が開けば、すぐ移動するとか、しよけば、多分負けんと思う。正直。勝ち金はしょぼいかもしれんけど、負けんと思うね、これ。稼ぎはせんけど、負けずにお小遣い程度は、勝てると。そうやね。ご縁スロットなりに積んだ期待値計算したら1万以上は多分最低でも詰めとったけんが1週間で1万円積んで1ヶ月やったらまあ4万ぐらい積んでだけど4万ぐらいなら現実的に勝てるかなと下手にね20スロとかに手出さん方がいいかもねあ確かにそこで5スロで結構勝率高いぞちょっと20スロ行ってみるかみたいな考えはやめとった方がいい20スロメインでたまにゴスロ見に行っていいやつがあれば打つ人はいいとけど、うん、ゴスロメインで立ち回っとってから20スロちょっと見に行ってちょろっと打つはちょっと危ないかも、うんうん、ゴスロで買った分全部持って帰れるけどねこんな引き弱の俺でも、まあ、1週間ゴスロで勝てるんですよじゃあ最後締めをお願いいたしますもう今回の企画頑張った回マジあるなと思うんで、ぜひ高評価とチャンネル登録ですねよかったらよろしくお願いします今回の動画は以上になりますありがとうございました